では早速ですけれども、高橋弁護士から趣旨説明ということでよろしくお願いいたします。はい、弁護士の高橋です。本日お集まりいただきありがとうございました。本日の会見の趣旨なんですけども、私たち入管法改悪に反対する有志の会ということでして、今国会に提出されている入管法改悪法案に対し反対し、かつ直ちに法案廃案を求める会見です。この法案ですが、端的に良くなるところは一点もないです。良くなると言われている点もしっかり見てみると、すべて現状より悪くなる、その点が巧妙に隠されています。今お時間の関係で2点だけお話しさせていただきます。1点は、在留資格ビザがない外国人を施設に隔離拘禁し続けるという収容問題についてです。この点に関しましては、国連からもアメリカの国務省報告でも批判されている通り、裁判所の令状もなく、在留資格ビザがいわゆるビザがないだけで、一律に無期限に収容され続ける、そういった制度が維持されたままです。その点に関するあらゆる批判には一切、耳を傾けない。国連からの勧告については、法案の段階で異例の法案の全面的な見直しという声明が出されています。その点についても全く入管や政府は一顧だにしていません。そのような現状の中で、解放制度として新たな管理措置制度というのができると政府は広報しています。しかしながら、これは現状の身体解放制度である仮放免という制度と何ら異なる点はありません。この無期限で裁判所の審査もなく解放されるかどうかも入管の一存で決まる制度の下で、もう20人以上の方が亡くなっています。直近では3月6日のスリランカの女性ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなっています。このような死は今までも続いてきましたし、この法案が仮にできたとして管理措置の下でも続きます。これだけはお約束できます。次にもう1点、難民、これは迫害、帰国した場合に、危害を加えられるような人のことですが、こういった人たちが難民申請中に迫害国に送還することができるようになる改正です。今で言えばミャンマーです。ミャンマーのような状況の国に送還することができるようになります。実際メインのターゲットはミャンマーでした、この改正の議論の時に。あとはトルコのクルドです。はっきり申し上げると、その2カ国が主にターゲットとされました。難民申請3回繰り返すの乱用だと政府は言います。ただ1回目であれ、2回目であれ、3回目であれ、日本の難民認定率は 0% に等しいです。その状況において3回目である、だから乱用ですね、国に帰ってくださいということにはなりません。簡単に言いますと、もう迫害から逃れて日本に逃れてきた人たちを基地に追い返すことを可能にする法律です。こういった内容、この2点の主に2点の最悪な点だけ今取り上げさせていただきますが、この2点だけをもってしても私たちはこの法案には絶対に再提出できませんし、成立させるということはありえません。日本が難民条約から離脱するのとほぼ同じような状況になります、この法律ができると。以上の次第ですので、私たちは本日このような会見の下で、明日以降の国会審議においても絶対に反対していくと、そういった趣旨で今回、会見を開かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。では続いて、ご遺族のお二人と
つながっておりますので、駒井弁護士とのやり取りという形で、話をお聞きします。駒井弁護士、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では皆さんに上島さんの妹さんたちをご紹介します。真由美さんとポール美和さんです。上出ないんですけど、真由美さんとポール美和さん、真由美さん、手を振っていただけますか。手を挙げていただけますか。真由美さん、真由美さんね、うん、ありがとう。ポール美和さん、手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。お二人は5月1日に来日されて、15日まで待機期間をしっかりと守っておられます。今後ですね、16日以降に、上島さんのお葬式ですとか、あと名古屋入会の訪問などを考えているところでございます。詳しい計画が決まりましたら皆さんにお知らせできると思います。はい、では、お二人のお話をこれから伺っていきます。通訳さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では、上島さんがお二人にとってどんなお姉さんだったかということをまず教えてください。පස්සේ ඊළඟට මගේ අම්මාගේ වැඩ කරන කෙනා, ඒ කියන්නේ මගේ අම්මා කුංචි කාලේ ඉඳලා එයාගෝ බලාගත්තා. දැන් මගේ අම්මා වගේ. ඔව්. ඒ තාත්තා නෑනේ. ඔව්, තාත්තා නෑ. සූර්යා. තමයි අක්කා යා. ගෙදර අම්මයි තාත්තයි. ඉඳන් බලාගත්තේ ආයේ කිසි එයා අපේ අම්මා වගේ. ඔව්, මම මේක කියනවා. උනේ සංවා ජීවිත ජීවිතේ උකාසන් දැල් お父さんもいないうちでお母さんと同じな存在です。お母さんと同じような存在って言いましょったんですね。はい、はい、お姉さんはスリランカでは子供たちに英語を教えてたんですか。どんな風に教えてたのか教えてください。あ、ランカエリスコールラマイとイングリシルガンドワードこういうディエットでウェルテリギラー。ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙනවා. දැන් මේ ටීච් කරා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකක ඉගෙනුවේ. ඔව්. පුංචි ළමයට තමයි ගොඩක් ගන්නන්න කැමති. ලොකුවට ඉගෙනුවා ભેදයක් නැතුව. ගොඩක් ඉගෙන ගොඩක් කැමති සුරි මේ මැත්සු. සයිසුරි. ඉංග්‍රීසි නේ. ඔව්. ඔනේ සංවා ශ්‍රී ලංකානියාරු国際学校ってあります。なんかでその国際学校ってインターナショナルスクールっていうんだけど、そこで小さい子から大きな子まで英語と算数を教えたって言われてます。はい、子どもたちには例えばそうですね、なかなか学費を払えない子どもたちにはどういうことをしてあげてたんですか。ස්කූල් ෆීස් ගෙවා ගන්න බැරි ළමයිට කොයි විදිහටද සැලකුවේ කියලා අක්කනේ, කොයි විදිහටද. ඔව්, එයාට හම්බුනේ පොඩි පඩිය. ඔව්. ඒ පොඩි පඩියනොත් එයා ඒ ළමයින්ට අවශ්‍ය කරන දේවල්, ස්කූල් ෆීස්, ළමයි පොත්පත් ගොඩක් අයිට නැයි නැති බැරි අයිට බැරියෙන් ගොඩක් උදව් කරනවා. ගෙදරට ගෙනල්ලා එයාගේ දැනුම එයා ළමයිට දුන්නා නොමිලේ.家庭が貧しい子どもたちにはただで教えたり、学校の道具とか全部自分のお金で買ってあげたりして、自分も安い給料で働いた代わりに、その子どもたちにも面倒見てあげたっていうことを言ってます。
今回来日してくださって、で法務大臣に会えましたら、どんなことを法務大臣に聞きたいと思ってますか、二人は。ウィディンナ、ジャパンラジエ、アガミグルムデパートメントで、アマティバリアタ、モノゲホナハマ、ウェア、モノワディアタキヤルバラプリギラハマ。Japan Raji, Tina, Vagatina, Tina, Puri, Apiaka, Kunama, Will Monavaki, Fever, Abidan, Kianika Han, Aim him, name him, me, Aki, I think of Pule. Aim, oh, dear, but Kianta, Kamakino, on transit, or taking it again, I have got that to it. How do you? Hi.日本みたいこんな大きな国で責任感がある入管の中で入国管理局の中でお姉さんになんでこういうことがあったっていうことが聞きたいんだと思います。そうですよね。あげ、はい、どうぞ。あげ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 、どうぞ。CCTV දර්ශනය අපි ඉල්ලන්නේ අපේ අක්කා කියව විතරයි. ඒක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම එක බලන්නත් ඕනේ. එයාගේ අපි ඒවත් අහන්න කැමති. ඒ අපිට නොදෙන්නේ කියන එක අපි දැනගන්නත් ඕනේ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් නිසා අපිට නොදෙන්නේ කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔව්. බොහන් කැමරන ඒසෝග නන්දේ මිහිත කරනයි කොටව ඉක්මන් මොල්දයිද. ඒක ජීවන ඔලෙසන් මොනවා දැකේ මිහිත කරලා もう一つだけ伺います、はい、上島さんが亡くなったことについて多くの日本の市民の皆さんが心を痛めてくださっていると思います、痛めていると思います、その日本の市民の皆さんにお二人からメッセージがあったら教えてください。ハロー、アッカネティビチェガガナムルジャパンニメイナミニスゴラアッカティエドッケノールメカスネガナプルメラパッタラティエノール。Ela, we can give me, Katagan, a hanging my ticker again in Nolan, Japan Minister. It's a water, we are coming in, we can give me a minister, the Japan Minister, the Monogi, and we get the Dinikirama. Yeah. Hello. Mogadagan, another Japan Minister, Buddha Kumalagi, me Pasnegana, Dupino. We can give me.ඒ හින්දා ඒ මිනිස්සුන්ට ඔයාගෙන් මොනවද දෙන පණිවිඩ කියලා ඒ දුප්පත් මිනිස්සුන්ට. අයියේ. මේ අපේ දැන් අපේ අක්කගෙන දුක්ගෙන අයට කියන්නේ අපේ ඒ ජනතාවට ජපානයේ කට්ටියට කියන්න කැමති මේ පිළිබඳව මේ දැන හරි විස්තරයක් දෙන්න දෙයකට අපිට උදව් කරන්න මේකට මේ තාම මේකේ පරීක්ෂණයක්වත් ඉවර නැහැ අපිට මේ උදව් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ මේ ඉස්සරහට කරගෙන යන වැඩ ටිකට. ඔව් නේ හරි. මලා සෝසමවරි වත්තිනයි කොතෝදේ නිහං කොබමින්න සන සිම්පයිසරතර නිහං කොබමින්න කතනි කොරේකලාම කොන සෝසා තුනතු自分にいいようになるように応援してくださいって言ってます。はい、本当にどうもありがとう。辛い気持ちを教えてくださって本当にどうもありがとうございました。
私からは以上です。ありがとうございました。じゃあ、指宿弁護士お願いいたします。弁護士の指宿と申します。時間がないので1点だけお話しさせてください。今この問題がある入管法改悪法案が衆議院で、もうすぐ可決されようとしています。はい、あ、ごめんなさい、インタビュー終わりました。あの通訳さんありがとうございます。これで、通訳は結構ですので、でだからこれを切っちゃいます。この質疑までもし切られたら。あ、じゃあ、すいません。もうインタビューは終わりなんですけど、もしここで話されてる内容を概要でいいので、お二人にお伝えいただければと思います。ちょっと待っててください。で、もう発言はないですから。はい。はい。これ音切れないのか。切ります。あ、じゃあすいません。私が申し上げたいのは、この問題のある入管法改悪法案が今、衆議院の法務委員会で、審議され、そしてまさにもう今にも採択されようとしているということです。まあ、最悪の場合明日の採択もあり得るのではないかという情報も流れています。まあ、それがなかったとしても、まあ、来週にはもう採択をしようと与党は考えているようです。なぜそれが問題なのか。何も審議がなされていないからです。なぜ何も審議がなされていないのか。それはまさにこの名古屋入管で亡くなったウィシュマさんの問題について全く真相が解明されていないからです。まだ死因すらわからないと入管は法務省は言っているんです。そして今遺族からのお話でもありましたけど、そのウィシュマさんが亡くなる前の状況を撮ったビデオも遺族にすら見せない、国会議員にも見せない、医師の診断した書類等々も全く出さない、都合のいいとこだけつまみ食いをして書いた中間報告書を出しただけです。そしてその中間報告書では入管の責任は全く明らかにされていません。そもそも責任のあるはずの入管が作った報告書などというものに何の意味があるんでしょうか。私は全くないと思います。そういうことについて今その法務委員会では野党から厳しい追及がなされています。これについて回答がない限り審議には入れないはずなんです。で、実際入っていない、実質的な法案の中身の審議には入っていない。それなのにもう採決の話が出てくるというのは一体どういうことなんでしょうか。私は入管自身がこの問題を調査するなんてことはありえないと思っています。多くの方が亡くなっているんです。そして今まで一度も真相は解明されず、責任は明らかにされず、だからこそ何度も何度も何度も繰り返されているんです。今度こそ責任をはっきりさせて二度と繰り返されないようにしなければならない。そしてこれはまさに収容中の死亡です。で、今回の入管法案は収容について無期限の収容に歯止めをかけることもしないし、司法審査も入れない、そういう意味でも大きな問題を持ってるんです。だから今この名古屋入管死亡問題を明らかにすることなくして法案審議に入るべきではない。どうすればいいのかというと、入管ではなく法務省ではなく、もっと言うと日本政府ではなく第三者機関、その第三者というのは私は国会であるべきだと思います。国会が国政調査権を使ってしっかり真相を調べる、そして入管の責任性を明らかにする、その上でなければ法案審議なんか入れない、そして真相が明らかになればこの法案は絶対にもう通してはいけないものだというのが分かります。野党が参議院で出している入管法及び難民法こそ審議して、まあ、これは採択されるべきだと思います。そういうところからぜひ今後の法案審議に注目していただきたいと思います。以上です。私たちはウィシュマさんの悲しい死を悼みます。ウィシュマさんの死が国連機関から国際人権法違反だというふうに明確に認定されている、その違法な入管収容の最中に起きてしまった死であるという事実をとても悔しく思っております。
法務省は入管庁がただ国際人権法さえ守っていたならば、ウィシュマさんは今日も生きて明るい笑顔を見せてくれたに違いないというふうに思っています。とてもやりきれない思いです。そして今回の政府案は国際法違反の入管収容の違法部分を完全に維持したまま、現行の仮放免許可制度に比べてもまだひどい、本人と支援者に対する締め付けを格段に厳しくする管理措置制度など恐ろしいシステムを構築しようとしています。他にも高橋ぶつきが言ったようにですね、もうたくさんなんです。難民の申請者の方々はもう今だって中二分に苦しんでます。在留特別許可を本来与えられる人たちもまだ与えられないでずっと苦しんでいます。そういう人たちをさらに追い詰めようとする、そういう今度の政府案なんです。入管法史上最悪、史上空前な改悪案です。現場で当事者たちを知る立場からも、また国際人権法を学ぶ立場からも、これをどうしたらおしまいだということは分かります。絶対に廃案にしなければなりません。外国籍無国籍の人々を人間扱いできない政府は、日本国民も絶対に人間扱いすることがありません。私たち一人一人が本当に弱い立場になった時に初めてそのことに気づくというのでは遅すぎると思います。今弱い立場に立つ人々を守ることが日本に暮らす全ての人間を守ることに直結します。どうぞ入管法改悪を阻止することに力を貸してください。必ず廃案にしましょう。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。続けて今日駆けつけてくださった皆さんから順番にリレーブックということでお願いいたします。ではじゃあ最初に小説家の中島京子さんからお願いいたします。小説家の中島京子と申します。実は先日中島です。実は先日非正規滞在のスリランカ人男性と日本人女性の恋愛と結婚の小説を書き終えたばかりです。昨年の今頃から新聞連載をしていました。で、主人公が在留資格のための裁判を戦っているという最終盤のエピソードを書いていた時、名古屋入管でのウィシュマさんの訃報を聞きました。入管収容の実態は小説のために取材してかなり過酷なものだと聞いていて、小説にも書いたんですけれども、死者がまたもや出たというのは本当に衝撃で動揺しています。ウィシュマさんを含め二十数年で24人の方が亡くなっている。で、これを止めることができる法律だったら急ぐ意味もわかるんですが、止めるどころか難民申請者を当事国に強制送還することを可能にする法律と聞くと、亡くなる方が出る危険性がさらに高くなるわけですよね。そんなの、その日本を出てくれれば死んだって死ぬかということだとすれば、それもあまりにひどいですけれども、それならまあ日本での入管内での死者は出なくなるのかと言えばそうではないと思われます。そもそも法改正論議のきっかけは、長期収容の末に餓死した方がいらっしゃったということから、長期収容を何とか しなければという始まりだったというふうに聞いています。ところが今度の改正案には長期収容をやめます、収容に上限を作りますという文言がありません。で、仮に6ヶ月以上は収容しないというような法律が決まってたら、ウィシュマさんは死なないで済んだ可能性があります。で、理由の遺憾を問わず非正規滞在者を収容するという立て付けでなければ、そういう立て付けでなければ、やっぱりウィシュマさんは救われた可能性があります。入管はちょっと絶大な権力を持ちすぎているので、そこにこそメスを入れて入管の権限を弱める必要があると思います。でも今回の法案は逆の方向を向いています。ウィシュマさんの死に関して納得できる説明もなく、入管の権限を強める、そういう法改正は通していいわけがないと思います。明日強行採決とかそんな話も聞いていますけれども、とんでもないことだと思っています。与党の議員の方々にはぜひ正気を取り戻していただきたいと思います。以上です。
星野智之です。小説家です。少し僕は大雑把な観点から話をしたいと思いますけれども、まあ、この法案は、他人が生きていて良いかを入管が自由に決められると、そういう権限を、そういうお墨付きを与える法であって、まあ、僕の実感としては法というものの趣旨を逸脱しているように感じます。まあ、俺がロールルールブックだならぬ、あの法は私の気分だというのを制度化したようなものだと思います。で、法治主義民主主義を信用している私には、僕には到底受け入れられるものではありません。このようなやり方が、まかり通ってしまうのは、あの長らくこの日本社会が、外国から来て日本に住む人たちに、無関心だったからだというのが僕の実感です。人の目が、向かないでいる間に、権力が暴力に変質し、それでも自分たちは正しいと信じていられる、そういう構造というのは、あのドメスティックバイオレンスだとか、暴走するカルト教団だとか、生活保護申請を追い返す福祉事務所の在り方、そういうものと、そっくりだなと思っています。で、それをしたら人は死んでしまうと分かっていることをそれでもするというのは、まあ、密室の恋ということがありますけど、一般にはあの犯罪の要件とみなされてもしょうがないんじゃないかなと思います。で、この無関心を支えているのは、あのこの日本社会に、外国人ならば日本人と同じように扱われなくても仕方ないという、無意識の思い込みが深くあるからだと思います。不法滞在者をあの犯罪者のようにみなすという意識は、この今回の新しく法案にはそういうことが書かれるわけですけれども、その書かれる前からすでに日本社会には深く根付いて いるなというのがずっと思っていることです。ですけども、日本はかつて、非国民という言葉で、線引きを作り出した歴史があるわけですね。望まない人物が、もし日本国籍者で外国籍ではない場合には、非国民という言葉で、結局は同じように排除をしようとした、そういう歴史があったわけです。今回の法案が可決されるということは、望まれない人物は排除してよいという社会の合意に道を開いてしまうものだと思います。外国籍の人に行われていること、これから行われること、今まで行われてきたことは、ほどなく日本国籍者にも、行われる。要は国籍ルーツには関係なく、あのこれは誰もが、自分ごとになることだというふうに思っています。国会議員の皆さんには、この社会の一員として、まず率先して自分ごととして捉えて、この法案を通さないように尽力をしていただきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあ、はい、ゆうちょさん、お願いします。はい、小説家の恩ゆうじゅうと申します。私は今でこそ永住権があって、日本国籍を所持する方々と同様、この国にいつまでもいられるという保証があります。しかし私は両親が台湾人で、3歳の時から家族滞在という在留資格でずっと日本で暮らしてきました。で、私にとって入管という場所は、子どもの時からおぼろげながらすごくこう大きな、自分の保護者である両親を超えるような権限を持つ、ちょっとこう怖いような機関のイメージがありました。でもちろん私は両親の下で子供として数年ごとに通っていたので、そんなに恐ろしい目には遭わなかったけれども、やっぱりこの大きな建物にいる偉い人たちが自分たちの運命を決めている、握っているというような、そういう感覚は子供の頃からずっとありました。ただ私はずっと日本で育っているので、同級生である日本人の友達と比べると、自分と友達の違いが自分ではあまり分かっていませんでした。なんで他の子たちはこの国、この町、この家に住むのに
全然許可を取らずにいられるのに、私の一家だけはそういうことをしなきゃいけないんだろうかということはずっと心の片隅にありました。私が永住権を取得したのは33歳の時です。30年かかりました。でもそれですごく嬉しかったとかほっとしたという気持ち以上に、なんで私はほとんど日本人と変わらない生活を送ってきたのに許可を日本に求めなきゃいけなかったのかということをずっと考えて、そういうことも小説に書きたいと思ってずっとやってきました。今回この入管法の法案についてのニュースを見て、ここにいらっしゃる皆さんの話を聞いて、私以上に過酷な目にさらされている子どもたちやその家族、そういう人たち、帰る場所のない人たちが余計危険な目に遭うような法案がこのまま通ってしまうこと、本当に心を痛めています。もし私のような子どもたちがもっと安心してこの国にいられる、そういうための改正だったら とても支持したいと思っています。ただ絶対に今回はそうじゃない。私もここにいらっしゃる皆さんと一緒にこの法案が 通ってしまうことを心から反対します。以上、ありがとうございます。ありがとうございました。続いて、松中さんにちょっと遅れてらっしゃるので、松中文さん、お願いいたします。松中さん、ちょっと途中で出られるので。こんにちは。LGBTQ に関する活動をしております、松中文と申します。昨年、新宿にプライドハウス東京レガシーという LGBTQ に関する総合センターを作りました。団体の代表をしたりとか、性的指向性自認に関するハラスメントをなくす法案を目指そうというのを、袖原実行委員会という代表をしておりましています。あとは同性婚ですね、平等、この平等を求める団体の理事もしております。私自身はゲイの当事者です。私の方からは入管における LGBTQ に関する無関心、無理解、差別、偏見、ハラスメントという視点からお話をしたいと思います。昨年10月に1年3ヶ月ぶりに仮放免となったフィリピン人のパットさんという方がいらっしゃいました。トランスジェンダーの女性です。パットさんはトランスジェンダー女性であるということだけで、それを理由に他の女性収容者とは隔離された一人の部屋に収容されました。他の収容者は午前午後6時間の自由時間がある中で、パットさん自身は2時間にそれを縮小されて、さらにご自身がずっとご自身らしく生きていくために医学的にサポートを受けていたホルモン治療もさせてもらえなかったということを聞いています。1ヶ月で1万7000筆以上集めたその署名活動にかかった私の友人から話を聞いたところ、パットさん自身は本当にその仮放免の後、自分が人として人間として扱われなかった、人権が守られたい空間で非人道的な扱いを受けたということを本当に憔悴しきっていたというふうに聞いています。それだけではありません。同じくトランスジェンダーの女性のペルー人の方が、本人が自認する性別女性ではなく男性と共に収容されたことによってシャワールームで男性2人から性暴力、レイプされたという出来事があったということも聞いています。あとは同性愛者の方が同性との同じ部屋、相部屋になってしまうと何か起こるのではないかという勝手な推測、偏見でそれも一人部屋に移されたということも聞いたりもしています。LGBT に関する知識、理解どころか性的指向性自認に関する差別的な取り扱いというものが、人権侵害がまかり通っているのが入管なんではないかなというふうに感じています。入管での出来事が、社会では公開されることがほとんどなく、また LGBTQ の当事者の方が当事者であるということ自体を語るということもすごく難しいです。もしくは当事者であることを理由に受けた被害を語るということもとても難しいということで言うと、これらの事例は本当に氷山の一角ではないかなというふうに感じています。イルガという LGBTQ に関する国際団体があります。ILGA というんですが、そのデータによると世界には同性愛者であるだけで死刑になる国が8カ国、有罪になる国が70カ国以上あるというふうに言われています。世界では LGBTQ の当事者へのヘイトクライムもとても厳しいです。特にトランスジェンダー女性に関しては年間数百名が路上で殺害されているという現状もあります。3回の申請が通らなかったらそれらの国に送り返されてしまうということが起きてしまうというのがこの法律だというふうに聞いています。本当にこの回の法律に関しては基本的な人権が守られるかどうか、性的指向、性自認、宗教、民族、文化的背景、いろんな方々がいらっしゃいます。
ぜひ尊厳を守る、命を守る法律を作っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお隣の菊川さん、はい、はい、はい、こんにちは。坂東学生メンバーの菊川と申します。まずはじめに今回の法案についてですが、当事者のどうしても帰れない状況、そういった事情を考慮せずに強制的に送り返そうとするのが今までの入管の法案でもありますし、さらに今回の改案もそれを強化するものにしかならないということを強く感じていて、とても強く反対の気持ちを持っております。坂東は関東地方を中心に活動している学生主体の支援団体です。そこで現場で日々活動する者の一人としてお話をさせていただきます。はい、私は現在品川にあります東京入管に週に一度面会活動を行っております。そこではさまざまな背景を持つ方々、移民難民の方々に出会います。その中で、民族だったり宗教上の理由でどうしても帰れない、命の危険があるということをおっしゃってくる方もおります。そういう方のたった30分でアクリル板越しの会話ではありますけども、本当にその声は強い気持ちが乗っておりますし、そういった経験をしている僕からとしてもこの法案を通すことは絶対できないと思っております。はい、最後にこの法案の廃案を強く求めると同時に、国際基準にのっとった難民を難民として認めるということ、そして現在日本にいる外国人の方に、移民の方にどうしても帰れないという方に在留特別許可のビザを与えてほしいという、この2点をこれからも強く求めてバンドとしても活動していきます。ありがとうございます。ありがとうございます。千草智恵さん、お願いします。はい、私は名古屋入管に収容されている外国人の方々への面会など愛知中心に支援活動を行っているスタートの学生メンバーの千草です。本日は入管の現場で活動している支援者の立場からお話をさせていただきます。私がウィシュマさんと面会した頃はすでにウィシュマさんはまともに食事も取れず嘔吐を繰り返している状態でした。ウィシュマさんは面会中も嘔吐をして、もう吐くものがなくても何回も戻して発作のような状態でした。2回目に面会をした時にはもう目の焦点が合わないような状態で、もう全身に力が入ってない、そんな状態でした。で、まあそういう状態で彼女は私たちに、まあ、食べることも歩くこともできないということを必死に訴えていました。ウィシュマさん自身も点滴を望み、私たちスタートからも面会のたびに、面会後すぐに入管職員のところに行って入院点滴っていうものを強く訴えました。しかし入管は点滴一本打つことも認めず、その結果ウィシュマさんは亡くなりました。ご遺族はもちろん、支援者なら誰が見てもすぐに入院点滴をするべきだと分かる状態なのに、入管は放置して救えた命を見殺しにしました。で、ここでちょっと見えますかね、その診療情報提供書っていう書いてあって、まあ、これはちょっとすみません、3月4日、ウィシュマさんが亡くなる2日前に外部の精神科で、まあ、診察を受けた際に担当した医師が入管に出した報告書になります。で、まあ、すでに一部の報道で明らかにされているところもあるんですけども、まあ、この時担当した医師っていうのは、まあ、ここでは仮釈放、正しくは仮放免と言いますが、この仮放免をするのが患者にとって一番いいという見解を出しています。しかし、まあ、ここですね、ここを見てもらえば分かると思うんですけど、まあ、結局その収容されている状態を解いて外に出すという明確な判断はせずに、まあ、そのとりあえず様子を見るというように判断をしています。もしこの時点で医者がその様子見ではなく仮放免あるいは入院など
その入院などの明確な判断をしていればウィシュマさんの命は救えたと思います。ではなぜ医師がそういうその明確な判断を出せなかったのかっていうところでお話をさせていただきたいんですけど、ここの上の赤線が引いてあるところに、支援者から病気になれば仮釈放してもらえると言われた頃から心身の不調を生じており、多病の可能性もあるということが書いてあります。でこれは、医者がその支援者というのは我々スタートのことだと思われるんですけども、医者の方がその支援者の存在を知ってるはずもないので、これはおそらく、入管側から事前に医者の方にその提供された情報に載っていたものだと考えられます。で、その医者の入管側が医者にその詐病の可能性もあるということを伝えたことで、最後の方に書いてあるんですけど、その仮放免が一番いいが、そのどうしたものであろうかというような発言が書いてあります。でここではっきり言っておきたいんですけども、私たちスタートの方からウィシュマさんに対して病気になれば仮釈放してもらえるというようなことは一切言っておりません。これは本当に入管側がその誤った情報提供を医師にしたことによって、医師に先入観というものを与えて判断を鈍らせて、結果的にはウィシュマさんの生死を分けた、とってもと言っても過言ではないと思っています。ありがとうございます。今言ったような診断書、報告書についても、その中間報告書の方には一切載っていなくて、私たちが面会で把握していた状況とも全く異なる部分があって、中間報告書に関しては私たち支援者としてもその事実認定においても到底認められないものです。でさっきも言ったように、その一人の人間を見殺しにしておいて自らの責任を逃れようと都合の悪いことを隠してまた曖昧にする、これは犯罪に等しい行為だと私は考えています。で非使用者を人間扱いせず、体調不良者に対して仮放免を許可してもらうためにわざと病気のふりをしている、詐病だという判断をするような入管、法務省が当事者の基本的人権を守ることができるまともな法律を作れるとは到底思えません。今回名古屋入管で起きた死亡事件の真相究明、再発防止の徹底なくして入管法改正案の成立など絶対に認められません。現場で活動する支援者としてウィシュマさんのご遺族をはじめ当事者の方々の願いを叶えるために、また日本社会に生きる学生としても入管法改正案は廃案にしなければならないことを強く訴え、私からの報告を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。今のそれ医師の名前が出てますね。あ、一応隠してはあります。あ、隠してある、はい、あ、じゃあ結構です。ただいまご紹介に預かりました一般社団法人ボイスアップジャパンに所属しています学生の福井修と申します。今日私は一人の人間がなぜこの入管法改悪問題に反対をするのかということを誠実に率直にお話ししたいと思って今日ここに行きました。今この社会のマジョリティは問われているのだと思います。これから先どのような社会を作っていくのか、人の間に線を引き、ここから向こう側は人として扱わない、そういう社会を許すのかということを問われていると思います。このゴールデンウィークですね、私は四ツ谷のイグナチオ教会で開かれた大人食堂にボランティアとして参加をしていました。国籍も性別も年齢も問わず、本当に多くの方がそれぞれの困難さを抱えて訪れていました。ある仮放免の方がですね、医師の診察を待つ間に私に、最近ご飯を食べていないから今食べてもいいですかと、もらったばかりのお弁当を手に問いかけてきました。その問いかけがですね、本当に切なくて、僕は一瞬目の前が真っ暗になってしまったんですけど、そういう状況が今あるということですね。で私たちの社会はすでに多様だと思います。その多様性とか共生社会とかわざわざ言う必要もないと思うんですね。そして共に生きようとしています。
困窮者支援の現場に限った話ではなくて、私たちの間に引かれている線をどうにか越えようという試行錯誤が重ねられていると思います。本来その試行錯誤に率先して取り組むのが政治の役割ではないかと思います。少しでも多くの人たちが自由に生きていくためにこそ、私たちは社会を営んでいるはずです。この入管法改悪はそれを真っ向から否定しています。現に存在している一人の人間に人間として扱ってほしいと言わせてしまうような社会でいいはずがないと私は強く思います。だからこそ私たちはこの改悪を否定するところから少しでも良い社会を編み直していかなければならないのではないかと思います。そしてその社会はウィシュマさんも生きていけた社会であるはずだと思います。その社会を目指す責任が私には、私たちにはあると強く考えています。私からは以上です。よろしくお願いします。高校3年生のヨハナです。この入管問題についてしたきっかけについて話したいと思います。私の父が2009年から入管収容者の面会ボランティアを始め、これまでにたくさんの仮放免の保証人をしていたため、入管については知っていたのですが、本当に入管問題が人権の問題だと知ったのは今年になってからです。入管の中で適切な医療を受けられず亡くなってしまったのはウィシュマさんが初めてではありません。今年の1月、マイさんというアフリカカメルーン出身の42歳の女性が亡くなりました。死因は全身に転移した乳がんでした。2度にわたり入管施設に収容され仮放免されましたが、一時的にはホームレス状態にもなりました。そして最後に在留資格が認められたのは亡くなられた3時間後でした。お父さんが彼女の保証人をしていたこともあり、私は中学生の頃、舞さんに英語を家で教えてもらっていました。とても優しく穏やかな方でした。それなのに亡くなられたことを聞きショックを受けました。彼女は入管内で胸が痛いと訴えていたにもかかわらず適切な医療を受けられなかったため亡くなりました。ショックでした。もっと早めに在留資格が与えられて適切な医療を受けていれば生きていられたのにと思い胸が苦しくなりました。そして卒業論文の課題として入管問題を選んだのがきっかけで、それについて調べて知れば知るほどどれだけひどいかが分かりました。収容の長期化の問題や他の先進国と比べて極端に低い難民認定率、施設内での医療機関の提供不足、心理的拷問、子どもと親を引き離すなど、日本の入管システムには数えきれないほどの問題があります。今現在ある問題を解決せず、さらに入管法が改悪されることは絶対に許されるべきではありません。最後にこの記者会見をご覧になっている、もしくはこのことを記事で読んでいる皆様にも、この問題に当事者意識を持ち声を上げるように勇気づけられたらと願っております。ありがとうございました。弁護士の宇都宮健二です。私は反貧困ネットワークの代表世話人をしてますけど、反貧困ネットワークは、他の生活困窮者支援団体と一緒になりまして、コロナ禍で仕事や住まいを失った人々を支援するために、今年の1月1日と1月3日、それからゴールデンウィーク中は5月の3日、5月の5日に、四ツ谷の聖イグナチオ教会で、大人食堂を開催しまして、食料支援やさまざまな生活相談、医療相談の等を行ってまいりました。でこの大人食堂にはたくさんの外国人の方が相談に見えられてます。外国人の方の多くは、一度入管に収容されたけど現在仮放免中の外国人が圧倒的多数を占めております。そして仮放免中の外国人のこと件で大変私はショッキングな話を聞きました。それは今年の4月の4日に開かれた反貧困ネットワーク全国集会で、
収入がなくて仕事がなくて仕事ができませんので、路上生活を余儀なくされた外国人の方が、公園で、寝ていると何者かに襲撃をされて重傷を負ったということです。で、救急車が呼ばれてその外国人の方は病院に、搬送されましたが、病院で手当を受けたんですけど、その病院の方でその外国人の方が仮放免中の外国人で、医療費が支払えないということが分かった途端に、もう一度病院からその外国人を元いた公園に運んで放置をしてきたということです。私は民主主義国家でこのようなことが、こういう非人道的なことが行われてはならないと思って、大変憤りを感じましたけど、これが日本の社会の現状なわけです。この今回の改正案を通じて、私たちのすぐ隣にいる外国人の方が人として人間として、人間の尊厳を、保ちながら、普通の人間らしい生活を送れる、そういう制度に近づけるんじゃなくて、むしろそういう外国人を、追い出す、日本から追い出すことに力点を置いた、改正案、まあ、改正案とはとても言えない改悪案になってますので、この法案に対する反対の輪、運動の輪を広げる必要があると考えております。私もそのために微力ながらできることをしたいと考えております。他にもなぜ登壇できなかった何かの方、高橋由美さん、伊藤聖子さん、中島武さんからのメッセージをいただいておりまして、皆様のお手元の資料にありますので、そちらご覧いただければと思います。資料がないという方、後ろにもちょっと足りなくなってしまったかもしれないので、後ほどデータでお送りさせていただきます。で、すみません、ちょっとラサールさんが今メッセージがあって、あと15分ぐらいということなので、先に質疑に入らせていただきます。ご質問のある方、御社名とお名前と、それからご質問をお願いいたします。善場さん。すみません、日本人仕事学習の善場と申します。私の方に伺いたいんですけれども、見えにくい場所で人の命がすごく軽く扱われてしまっている、この今のこの社会について危機感を持っていらっしゃると思うんですけれども、改めて伺えますか。はい、そうですね、このことをなかなかその外国人のことっていうので、自分に引きつけて考えるにはどうしたらいいんだろうねっていう話を記者さん、新聞記者さんとしてた時に思ったんですけど、今コロナ、それこそ今ずっとお話があったその路上にで生活しなければならなくなる、仕事をなくされた方が増えたとか、いろんなことがありますけれども、例えばすごくコロナ対応とかもすごく悪いので、感染の方が増えてしまって、例えばお年寄りとかはもう感染しても見てもらえないっていうような話も出てきたりしてますよね。そうするとやっぱり私も母とかが高齢なので、なんだかもうなんかそういう人たちは死んでもいいっていうような言われてるみたいな感じがして、すごく嫌なんですけれども、そういうふうに見えないところにいればみんな見ないから、その私はそうじゃないって思うけど、でもなんていうか紙一重だなというか、そういう見えないところにいる人をだから見なくてもいいし、亡くなっても考えないんだっていうようなことにしといたら、それはもう私たちは必ずそういうふうになると思うんですよね。そのことをやっぱり今すごく考えているところです。すみません、なんか長たらしくて、すみません。朝日新聞来たんです、千草さんにお伺いしたいんですけども、そのウィシュマさんに最後に2回会われたんでしょうかね、そのいつといつ会われたのかということ、それから今回遺族がいらっしゃってますけれども、遺族の方にはそのウィシュマさんと会った時のことを
千草さんあるいはスタッフとしてお伝えしているのか、その時のやり取りなんかも、もし分かれば教えていただけますか。はい、まずすみません、今日私面会記録の方持ってきたんですけど、そこにあるのでちょっと詳しい日付の方は今ここでパッと言えないんですけど、私が面会したのは初めは2月の前半で、2回目が2月の後半に面会しています。で、ご遺族の方とスタートが話をしているかっていうところなんですけども、私はそこら辺はちょっとよく分かってなくて、おそらく顧問として活動している松井の方が一度話しているかなと思うんですけど、そこの詳細は私は把握してないです。じゃあ千草さんご自身は今日も見てらっしゃるお二人をはじめ遺族との話はされてない。一度 Zoom で会議をした時に、お顔を見てるんですけど、私は直接お話ししたことはないです。そうですか。その直接はウィシュマさんに会われている方としてなんかどんなことをお伝えしたいかということなんですが、お二人ご遺族ですね。そうですね。まず、最初に私たち支援者が動いていながら、そのウィシュマさんの命を最終的に、最悪の結果ですけどもなくしてしまったっていうことは、もちろん入管は許せないんですけど、私たち支援者としても責任があったと思うので、今後、ご遺族の方も、前会議の時にお話ししてた時に、今後二度とこういうことが起こらないように動いていってほしいっていう言葉をいただいたので、支援者の責任としても、今後徹底して、今回の死亡事件の真相究明と、今も名古屋入管だけでなく、その東京大阪長崎の方にも収容されて苦しんでいる方たちは今もいらっしゃるので、この今回のような死亡事件、その非人道的な扱いというものをそのなくせるように、支援者として全国で動いていきたいと思ってます。はい。あ、どうも、ジャーナリストの柴田と申します。これ多分ご遺族か、あるいは支援団体の方か、それとも弁護士の方か、ちょっとどなたでもお答えいただければと思うんですけども、今集まってる情報や資料だけでも、これかなり先ほど密室の行為だというふうに、ご発言もありましたけども、刑事事件として告発した方がいいんじゃないかというレベルの話だと思うんですよね。入管の報告書とかそういうレベルの話ではないと思います。であるいはその刑事告発か、それともその国賠訴訟というようなことをなんか視野に入れて動いていらっしゃるのか、まだちょっといろいろ調整中なので、そこのところ、もしちょっと可能な範囲でいいので、可能な範囲でいいので、話してあげます。弁護士の井口樹です。当然そういう問題は出てくる。保護責任者遺棄致死罪の等に該当する可能性は十分あると思っています。今私どもの その、弁護士有志の会と、あと連携している弁護士の中で、果たしてこれが可能なのかどうか、そして、それをやろうと思った時にどういう資料を集めなければいけないのかっていうのを検討しているところです。ちょっと今はそれくらいで。今は分かりました。はい。ありがとうございます。東京新聞の申し上げます。まず作家のさん、作家小説家の3人にしたいんですけど、本来は普通、小説家として作品でやはり伝えたいことを表現していくという、世界で、普段は仕事をされている3人が、なんで今回はですね、こういう形で、メディアの前で立って、お話をするという決意に至ったのかというのをそれぞれお聞きしたいのと、それから千草さんには先ほどちょっとぶら下がったときに、ウィシュマさんの問題はありましたけれど、その後もイラン人の方が、たくさん吐いて拒食状態に陥っている状況で、単独房に入れられたようなお話を聞きました。ウィシュマさんがのことがあってなお今こういうことが起きているというあたりを一つ報告していただきたいということと、あともう一点、もし今この話を聞いて
ウィシュマさんのお二人の妹さんが今感じられた皆さんの話を聞いて、またそうなのかと思った点もあるかもしれないので、もし回答が通訳さんがいて可能だったら、皆さんの話を聞いて感じたことを聞いていただきたい。ちょっと先通訳さん聞こえてますか？あ、そうか、声が出ない。あ、そうですね。これを、いやいやいや、伝わってるからで、これを向こうからミュートを解除していただくしかないですね。あ、そうか。通訳さん聞こえていたら、質問として今までのお話を聞いてコメント感想はありませんかというのを伝えていただきたいんですけど、ちょっとこの後で妹さんたち伝わってますか？いや、だから伝えるように頼んだ。じゃあ、すみません、先にお願いします。はい、そうですね、小説を書いてる時に小説の作品で何かこう訴えるっていうのは、まあ、ちょっと別の話になると思うんです。私はちょっとこの入管法に関しては大変緊急性のあることですし、あと私自身がその取材をしている中で知って本当にひどいことだと思ったので、まあ小説家というよりは個人としてやっぱり伝えたいというふうに思って今日は出てまいりました。僕もまあ中島さんと同じなんですけども、先ほどもこれは、自分事と捉える出来事っていうふうに考えましたけども、何か政治に関わるようなことを言う時っていうのはやっぱりそれは自分事だと思ってるわけですよね。なので小説家としてとかっていうんじゃなくて、この社会で生きている人間として、それを良くしないと自分が生きづらいというか、生きるのに大変になる、そういうのを除いていくために、これはたとえその権限というか場がなくても、ブログなり何なりで言ってるかもしれないようなことを、まあ、言論活動に携わっている身としてこういう機会を与えていただけているので、じゃあそれをその時にそういうふうに言いましょうと。だからそれはここで生きている個人の責任としてというのが一番大きいとは思います。で、それはもうここに壇上に乗ってる人さんみんな同じことだと思うんですけれども、はい、と私も私の場合はやっぱり個人としてここにいるところもあるんですけど、私はもっと子どもの時からその日本語でものを書くことでずっと自分を支えてきました。で、私の場合はたまたまその日本語の教育を受け続ける経済的な援助を両親からもらえて、その後ずっと教育からこぼれ落ちないで済んで、そのおかげで小説家になれたっていうことをいつも自負しています。で、私が書くことはやっぱり日本語は私のものでもある、日本人だけのものじゃなくて、もっとこの国にいるいろんな日本人、私も含めたいろんな日本人のものなんだよっていうことを、まあ、ずっと書いてきたし書いているつもりなんですけども、それができている自分の立ち位置と、それができなかった本当は生きられたかもしれない人、本当は本を書けたかもしれない人たちがすぐ自分のそばの壁の向こうにいるということに、どうしてもいても立ってもいられずに、そして小説は本当に時間がかかるので、今回のその入管法に関しては早く自分の声で、もう自分の個人としての部分と小説家である部分がすごく混沌としてるんだけども、とにかくその帰る場所のない人たちがこの国にいられるために、自分に何かできることがあったら自分で声を上げなきゃと思って、この機会を授けてもらってここにいるつもりでいます。先ほどお話のあった名古屋入管に収容されているイラン人の方の状態についてなんですけども、この方は4月の20日頃からちょっと仮放免の申請をしてたんですけども、それが不許可になった。でしかも入管側からはなぜ不許可になったのかっていう理由を全く教えてもらえないっていうことに、かなりショックを受けて、
で、まあ、本人もご飯が食べられないような状態になってしまって、でそのご飯が食べられない状態の本人に対して入管はまあ保護という意味でその単独室に移しました。でその単独室がどういうところなのかっていうと、まあ、4畳半のかなり狭いスペースで、で普段はまあ共同室で他の非使用者の方とまあ交流もできるんですけども、単独室に移されてしまうと全く交流が取れないような状態で、さらにその時にその職員から言われたのは、その部屋の外に出られるフリータイムっていうものが設けられているんですけども、これはまあ普通であれば7時間、1日に7時間あるんですけど、この方は1日に20分と言われて、その20分の中でそのシャワーとか洗濯とか、まあ、運動だったりとか、まあ、必要なことすべてしなさいっていうことで言われたそうで、まあ、その時に、まあ、本人もそんなストレスたまるようなことしたらさらに病気が悪化してしまうじゃないかっていうことで、まあ、反論して、結局フリータイムはその時は1時間に伸びたんですけど、それでも1時間っていうような状態で、まあ、ここはスタートからもそのご飯が食べられない状態で、まあ、その他は特に問題がない、本当にご飯が食べられないだけの人、まあ、まだその元気のある人を単独室に移したらストレスでそれこそもっと悪い状態になってしまうじゃないかっていうことで、まあ、その4月の28日の時点で一度申し入れをして、で4月30日にまあもう確認したところ、共同室に戻してもらっているっていう状態がありました。まあ、しかしその共同室に戻った後に職員に言われたのが、あさってまでに食べられない、まだ食べられない状態だったらもう一度単独室に戻すっていうことを言われたそうです。で本人は完全に単独室への移動を拒否しているので、これは本当にもう本人からしたら脅しのような発言でしかないっていうところで、まあ、このイラン人の方の問題だけではなくて、まあ、他にも体調不良の非使用者に対してわざとストレスになるようなきつい発言をする職員だったりとか、まあ、少し抵抗しただけで足を何回も蹴られたというような事例が死亡事件の後も続いているような状態で、本当に改善どころか悪化しているような状態が名古屋入管にはあるっていう、今そういう状態になってます。以上です。今作業していただいている、他の質問ある方いらっしゃいますでしょうか。先ほど筑田さんのお話でスタートの中で確認した限りでは、私は医師 の状況診療情報提供書に入っていた、つまり支援者から病気になったら出れるかもしれない。あ、聞こえます。はい、聞こえてます。あ、大体伝わってますか、お二人。はい、大体。じゃコメントをお願いしましたね。はい、でもまとめて、ちょっと待ってください。じゃあね、ちょっとこの後でもう一回繋ぐので、もう少しお願いします。わ、はい、かりました。先ほど言ったその一切支援者として病気になれば出してあげると言われて以降悪くなったと、まあ、あの部分を見たとき、私は支援者とのやり取りが筒抜けになってるのかなと思ったんですけど、それは全くの虚偽ということですね。そうですね。ここに書いてあるような、ここに書いてあるのは、その病気になれば仮放免されるかもしれないというような発言は全くしてないです。病気になった方が出ているみたいな 話のやり取りはあった。ちょっと私はそこまでは把握はしてないんですけど、まあ、今回亡くなった方はもうそもそももともと日本在留は希望してるけど仕方なくその帰らないとっていうような状況にあった人たちなので、私たちはまあその本人の気持ちに対してその残りたい気持ちがあるなら支援ができるっていうことで、まあ、働きかけたっていうところなので、その病気になればっていうような発言はしてないです。はい、このウィシュマさんとのやり取りで、初めは帰ると言ってたのに、やはり帰りませんというふうに支援者の方ができてからなってたと思うんですけど、その間ですね、12月とか1月ぐらいから要は入管側になんで帰らないのかとか、そういう嫌がらせみたいなのを受けていたような情報というのは入ってますか。そうですね、その本人が、まあ、最初は帰国同意書にサインをしていて帰国する意思があったっていう、まあ、入管側から見た
ところですけど、そこから、まあ、その帰国しないっていうところになった時に、まあ、ウィシュマさんと、まあ、面会した時に本人が話していたことですけど、まあ、帰れだったりとか、その無理やり返されるというような発言が、まあ、職員からあって、本人はかなり圧力に感じて怖いっていうように、まあ、手紙でもそういう内容が来たりもしていました。すみません、これから妹さんへの質問ある方、ちょっとまとめて今、出ればなと思うんですけれども、どなたか他に、ご住職さん以外いらっしゃいますでしょうか。妹さんお二人への質問。すみません。はい、どうぞ。何時にもよろしくお願いします。お疲れ様です。お二人のところ、会見の機会でお伺いしまして、教えておきたいのが、日本にいらっしゃると早くお姉さんと再会されたいなと思うんですけれども、まだそれを実現しないということで、今思われているお気持ちがあれば、すみません、可能であれば教えてください。まだお姉さんと会えていないけれども、その気持ちを教えてほしいです。はい、ありがとうございます。では、通訳さん、いいですかね。はい。まず、まだ日本、5月1日に日本に来たけれども、まだお姉さんと再会ができていない、そのことについて現在の気持ちをお話しくださいと伝えていただけますか。バシニマシパラウィンダ、ジャパネタワタマッアッカウムのゲヘンダ、ベリラティノア、ティエネカゲナ、ムカッダキアンティエミケラハマ。Hello? Hello. 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 H
かなっていうね、あれ。アデルマ、マスレ学院のところね、アイビダ・パラベンダにある、ああね、ネツイッチェで欲しいんだろうね。亡くなって1ヶ月となってても、まだ写真も何にも見ることできませんということと、1日に日本に来てもコロナのことで14日間の隔離があって、まだその法律それが守っている状態で、本当にお姉さんの、出会い、お姉さんに会うこともできなくて、すごく悲しいことを伝えています。ありがとうございます。どなたかいらっしゃいますでしょうか。どうぞ。ニューヨークタイムズの上野です。この度はお姉様がお亡くなりになりましたが、心からお悔やみ申し上げます。悲しいことかもしれませんけれども、お姉さんがリマクテルとして来日していた時にですね、生活費のためにアルバイトなどをしていたのか、またはどのように学生生活、日本での生活を暮らしていたのかということを聞いたことがあるでしょうか。また最後にお姉様と、連絡を取ったとき、彼女はどのようにどこで暮らしていたかということを聞いていますか。通訳さん、これから私がもう一度伝えますので、はい、ですかね。お姉さんが日本に来て生活費のためにアルバイトをしていたかどうか、知っていますかっていうのが1問目です、はい、2問目で最後の連絡があった時にお姉さんがどういう生活をしてたかは聞いていますか。この2つをお願いします。あ、すみません、じゃあ2つ目はちょっと聞かなくなった。2つ目じゃあもう一回言いますね。あ、でもごめんなさい、1個目だけじゃあまず聞いてもらう、はい、ごめんなさい、やっぱり一緒にしよう。2つ目が最後に、お姉さんと連絡を取ったときに、お姉さんは日本でどういう生活をしていたか。
それについて、これが2つ目。はい。あっかりやばいだわるばっせ。あら、パッタイム、パッタイムはでへま、サワクラギネカ、エナモノザ、ジャナガンダディバトルトルギラの、ジャナガネカ。එයා හොඳින් ඉන්නවා කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඔව් එයා ඉගෙන ගන්න කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්නවා. ඒක නිසා මම ගොඩක් බිසි. හරිමුලයි ගොඩා. මම බය වෙන්නපා මම හොඳින් ඉන්නවා මේ ජපානයේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කියලා තමයි කිව්වේ ජපානයේ ඉන්න ඒ ආරක්ෂා ආරක්ෂාකාරී කියලා තමයි කිව්වේ අන්තිමට. හරි. අල්බයිතු ඉතින් ස්ථිර කොටුව あの、していましたって言ってます。ごめんなさい、していたって聞いていた。はい。はい。何をしてたかは言ってないですか？ない。あ、わかりました。はい。それで。二つ目は、勉強のことで忙しくて、忙しいけど、元気で安心な暮らししてますっていうことを言ってました。何のアルバイトをしてたかは知ってますか？モナワギジョブガッダアカガラジンネ。パラティン、パッカルネ、カンパニーがバラガラジンネ。果物を作ってる会社でアルバイトをやったこと。果物？果物の製造。製造、果物の製造。ね、はい。果物の製造って何だろう。果物の関係の会社でアルバイトしてた。はい、ありがとうございます。どなたかいらっしゃいますでしょうか。鈴木さん。あのフジテレビの鈴木です。ありがとうございます。ウィシュマの先生方にお伺いしたいんですが、今回ウィシュマさんの妹財務って言って、あ、ごめんなさい。ごめんなさい、先させていただいて、はい、失礼しました。すみません、まとめて。お願いします。はい、あ、フリーの西中と申します。今の質問ともちょっと被るかもしれないんですが、お姉さんが日本に来てから何かこう電話とかで、なんかやり取りを日本のこととか何かいろいろ話を聞いたしたことはあるんでしょうか。もし何か記憶があることがあったら教えてください。やり取りって どういうやり取り。電話でお姉さんから今日本がこうだよとか自分の生活こうだよとか何かそのお姉さんが連絡があったかどうかです。連絡はありました。あった、ね、さっきも、ね、答えてると思うんですけど、ね、それで何が聞きたいか、一番その印象に残っていることがあれば伺いたいんですけど。あ、はい、わかりました。通訳さんお願いします。はい、お姉さんと連絡が取れていた時期に、はい、お姉さんとお話ししたことの中で、はい、特に印象に残っていることがあったら教えていただけませんか。はい、ごめんなさい。ඔව්. යා නිතරම වගේ එක කියලා තියෙනවා. ඔව්. ඒ අතරින් පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙන එකක් මොකක් හරි එකක්. මොකද? ඒ අතරින් මොකක් හරි ගොඩක් වැදගත් වෙන සිද්ධියක් මොකක් හරි දිනනවා කියලා. ඔය මතකයක්. වැඩ කරපු තැන ගන්නකො ඉස්කෝලේ ගැන තමයි ගොඩක් කියලා තියෙනවා. හරි ආසාවෙන් ගියේ ඉස්කෝලේ ගැන නම් කියලා තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. ළමයි ගැන. ළමයි ගැන.日本で学校で勉強していたことがあったみたいので、その子どもたちのことをいつも話したことを伝えています。その子どもたち、まず日本の学校で勉強していたことを、日本で学校で
子どもたちに勉強を教えたみたいで、日本でも子どもたちに勉強を教えてたんですか。そういう話をしてた、はい、ってことね。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。また妹さんへ のご質問ある方いらっしゃいますか。妹さん、これについての話になっています。お姉さんとの思い出で一番楽しかったことを教えてください。通訳さんお願いします。お姉さんとの思い出で一番楽しかったことを教えてください。はい、あっかってくじわってなこと、うらさとるらひとくわわしたもかかりてのできらんへかきやんでるちっでやべんらんかーみおうらんかーみおうわかりあわしたわであの小さい時からお兄さんと一緒でいて、まあ、その時間は全てが大切な時間で、うれしくて楽しかったことを言ってます。はい、ありがとうございます。すみません、お姉さんは日本にいらっしゃる前に日本に対してどういうイメージを持っていてくださったんでしょうか。日本で4年近く生活をされていますけれども、日本を選んだのは日本がどういう国だと思って選んだんでしょうか。どういう希望を持って選んでくれたんでしょうか。通訳さんお願いします。一つが日本に来る前の、はい、来る前の日本のイメージについて教えてください、はい、これが一つね。二つ目が、はい、なぜ日本に来たのか、なぜ日本を選んで日本に来たのか、これが二つ目です。お願いします。ジャパニーズインテカリン、アッカジャパニーがこういうわけイメージがあって気上げに行ってきたのはデワニエカ。දෙවනි ප්‍රශ්නය අහනවා, ඇයි ජපානෙම තෝරගත්තේ කියලා. මොන වගේ හේතුවක් හින්දාද අක්කා තෝරගන්න ඇත්ති කියලා අහනවා. දෙවනි එක. අක්කා ජපානයේ ඉඳ කලින් ඒ රටට ගොඩක් ආසයි. පොඩි කාලේ ඉඳලම ඔය ජපාන් වැඩසටහන යනවා ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනියේ. ඒකක්වත් මිස් කරන්න නැතුව හැම එකම බලනවා. ඒ තරමටම මේ රටේ සංස්කෘතියට හැම දෙයකම අපේ රටේ වගේ නෙමෙයි කිමෝනා දිනවනේ. ඒ නිසා මේ හරි ආසයි. පුංචි කාලේ ඉඳලම මේ රටට ආදරේ නේ. දෙවනි එක ජපානයේම තෝරගන්න හේතුවයි කියලත්. ජපානයේම තෝරගත්තේ මේ එයා වැඩ කරපු එයා ස්කෝලේක වැඩ කරේ. ඒ වැඩ කරපු ස්කෝලේ හිටියා ජපාන් උගන්වන, ඒ කියන්නේ ජපාන් ඉංග්‍රීසි උගන්වන ජපානේ ටීච් කෙනේ, ජපාන් ජාතික ටීචර් කෙනේ. එයාවත් ගොඩක් ආශය කරන්න ගත්තට පස්සේ තමයි ගොඩක්ම ජපානෙට එන්න ආසාව වැඩි වුණේ. වෙන රටවල් වලට යන්න පුළුවන්කම තියදී ජපානෙම තෝරගත්තා. ජපානෙට ආසෙන්න ආසෙන්න හරි. නිහොන් නගතෝ තීසයි කරු කරා සුගෝයි ටයිස්කි දත් නැත්තේ. තීසයි කරු කරා නිහොන් ටෙලිවි ඩ්‍රාමා තුක සුබෙතේ ඉක්කම කක්සස්te මිතේ ඔයිte. それで日本のことをすごく大好きになってて、間にスリランカの学校で先生やってる頃に日本人の先生がいて、その先生と友達になって、それが一番きっかけかもしれないって言ってます。で、2番目は、まあ2番目もそれ全てで、その友達がいたから、その日本人の先生がいたから日本に来ることになったかもしれないけど、他の国に行くこと、行くチャンスがいくらあっても、やっぱり日本が小さい頃から大好きになってたから、それで日本に行くことになったって言ってます。ありがとうございます。ちょっと補足しますと、私が今までのインタビューで聞いた内容で、さらにそれに付け加えて、
スリランカで英語を教えて、子どもたちに英語を教えていて、日本語の子どもの生活態度がとても良くて、こういう子どものいる日本という国にぜひ行ってみたいと考えたということ、それから日本を選んだ大きな理由としては、日本はとても安全な国だ。で、これは本人だけじゃなくて、お母さんも日本だったら安全だから、ぜひ行ってきなさいということで送り出したということを今までのインタビューで聞いています。これを補足します。通訳さん、これは伝えなくていいですよ。はい。ありがとうございます。他、妹さんお二人にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。お母様が体調を崩されて、寝込んでいて、こっちに来ることができなかったって言ってたんですけど、この間、お母様から何か連絡があったかということと、日本にいい印象があったんだけど、結果的にこうなってしまったことへの思い、もう一点、すみません、五輪関係者は3日、選手は即日、すぐ日本の中に入って動けるんですけれども、14日間のルールが入管庁の判断で決まってしまっている。これはいろいろ議員さんが働きかけをしたんですけれど、やっぱりダメでした。この点について。3つあります、通訳さん。いいですかね。はい。1つ目が、ワヨミさんたちが日本に来てから、お母さんとお話をしたと思うんですけど、お母さんは今何かおっしゃってますかってことが1点目です。いいですかね。で、次2点目。今まで、これ、いい印象っていうのは、妹さんたちがいい印象ってことですか？妹さんたちの印象がどう、お母さんの印象。でも妹さんたちもそれを受けて思ったところあると思うんですけど、今、こういう状況になってどう思ってるか、はい、お母さんとワヨミさんたちは日本にいい印象を持っていたと思いますが、今はどう思っていますか？これが2問目。3問目。オリンピックの選手は2週間待機しなければいけない2週間待機しなくていいんだけれども、ワヨミさんたちは2週間待機しなければいけない、そういう状況です。これについてどう思いますか。すいません、この3つ。3番目は、はい、このオリンピックの選手は2週間ですか。オリンピックの、ごめんなさい、言い間違えました。オリンピックの選手はゼロは、すぐに活動できる、はい、で、ワヨミさんたちは2週間待機しなきゃいけない、はい、そのことについてどう思いますか。はい、ヘビーラーアマテクアマテクアチカタケラウノビジャーキルジャパニーギャナキウエキラアパレウンパスネイワニパスネアハナワアカミエンテウィステライアカネティエンディステライジャパニーギャナウエカティアイアンマイパウリシエルディナメジャパニーギャナホダーවිද්‍යාවේ හිතාගෙන හිටියා. දැන් ජපානයේ ගැන කොයි විදිහකටද හිතාගෙන ඉන්නේ කියන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ අහපු එක තමයි ඔලිම්පික් ක්‍රීඩකයන්ට දවසක්වත් නිරෝධායනිය නැහැ. ඔය කට්ටියට සති දෙකක් නිරෝධායනිය තියෙනවා. ඒ ගැන ඔය කට්ටිය මොන විදිහකටද හිතලා තියෙන්නේ කියලා මේ අහනවා. අපි අම්මට කිව්ව එක ගැන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ අපි මෙහෙට ආව එක ගැන කිව්වහම දැන් අපිට අපගේ ලෝයර්ස්ලා ඒගොල්ලෝට පොදු සල්තුවා ඒක ගැන අපි අපේ අම්මට කිව්වා නම් අපිට මේ අපි ගැන බලන්නවා කියලා एक खाली किया ना मतलब मैं यार नहीं मैं तो बात नहीं किया ना हाँ आज पास में जेवली पास में यार नहीं नेगा किया ना भाई पास में ना इसी बार में इतना इस जवा उकासा ने निहान निकट करा निहान ने बिंगोस में बिंगोस सांग का निहान जी हम कांग्रेस्टर मिन नगा सुबह को जो कि आते को रेत को तो का उकासा ने伝えてあることを言ってます。2番目はまだ答えてないから、なんで2番目は、あんたジャパネット、イッセラウェカッティア、インテイッセラティップ、
イメージでかい、男性のイメージでかいもかなってた。今ね、明るい人生ないね。明るい人生。向こうに電話とか連絡取ってるとき、いつも日本人の、まあ、いいことばっかり言ってて、日本の文化のこともすごくいいことばっかり言ってたので、それでこういうことになったと、こんな大きい国で、やっぱり先ほど言ったと同じで、責任感がある入管で、こういうふうに殺されたみたいなことになったことが、すごく不思議で、信じられないことを言ってます。それがやっぱり聞いてないやり方みたいなことが向こう考えてみたいですね。2番目はね、はい、あ、3番、はい、オリンピックカルティエがビンドを入れます。オイカルティエがダワスダーハドルがいろいろある向こうで出発前にも PCR 検査して、それで問題ないことになってて、日本に来てもまた PCR 検査を受けて、それでも何の問題もなくて、2週間隔離なんてことがちょっと不思議で、まあ、それは日本の法律だったらそれを守るしかないんだけど、だけど何にすると寂しみたい感じで、こういうふうに分けて、その法律の使い方がちょっとおかしいと思います。ありがとうございます。すみません、ちょっと時間がかなりオーバーしておりますので、妹さんたちへのご質問のある方は弁護士さんに直接終わってからお話しいただければと思います。で、ラサール審査員が到着されましたので、ラサールさんから一言、あ、はい、もし準備が必要でしたら、いや大丈夫です、はい、お願いいたします。すみません、すみません、ラサール氏と申します。すみません、遅れまして、まあ、ちょっと門外観かなというようにも思われるかもしれませんけれども、日刊現代で連載をしておりまして、そこに、まあ、牛間さんのことなどを書かせていただいたり、ツイッターでもちょっと発言をしたりしていたので、ちょっとまあこう読んでいただいたということでございます。で、なんかちょっと関係ないようでちょっとつながるんであれなんですけど、遅れましたのは、舞台の稽古をしておりました、熱海五郎一座という、新橋演舞場で5月30日から行われる、まあ、宣伝してるわけじゃないんですよ、行われるんですが、緊急事態宣言が延長をになるだろうと。これが2週間ならいいんですけど、1ヶ月延長となるとかかってきてしまうので、今これも大変な、どうなるんだというところが、詳細がまるでわからない。
50% 入れられるのか無観客なのかということでも全然違うわけですね。で前回の25日から始まったこの緊急事態宣言の時、急に無観客ということになってですね、アニーというお芝居は、初日が千秋楽になってしまったと。で、まあ、それ2年間子どもたちは学校で、まあ、もうできなくなってしまうというようなことがあって、でそんなことを言いながら、まあ、オリンピックは行われると。それで、まあ、オリンピックはもう中止しましょうという宇都宮健二さんもハッシュタグをつけて署名活動を始めて、そんなことを言っていたら、今日昨日かツイッターで、演劇関係者は自分のとこ演劇には人を呼んでいるくせに、そのアスリートの気持ちも考えずオリンピックを中止しろとは何事だと、ゲスなやつだというようなツイートが1個あったんですが、私はそうは思わなくて、まあ演劇関係者はどれだけ感染対策やって、もう自分の持ち物は全部一度持って帰る、あるいはで箱に入れるとかっていうのをしたり、まあ、あらゆることをやっていて、クラスターも百貨店もそうですけど、演劇の関係でも最初の一番最初の頃に起きて以来ですね、起きてないですね。まあ、それでも、まあまあ、もちろんそういう言われれば守って、まあ、やるわけなんですけれども、オリンピックはもっと規模が大きくて世界中から人を呼ぶわけですね。もし私が、世界中から出演者を募って、1万人以上の規模で、その税金もちょっと使ってやるような演劇をもし企画していたら、とっくの昔に休止している、やれるわけがない。で、まあ、もちろん外国の人も来ません、来れませんし。ところがオリンピックの場合選手は来る、それもさっきのように2週間も隔離しないで来る。つまり全てがこのオリンピックファーストというんですかね、オリンピックありきでいろんなことが行われて、感染対策も後手後手に回っているという今の状況があるんですね。でそれ何につながるかというと、そのオリンピックの最初の招致の時に、おもてなしという言葉でね、もうインバウンドでお客さんを呼ぶことはできなくなりましたけれども、つまりそうやって来てください、両手を広げて笑顔で呼んでいる。でも一方の働いている外国人の方にはですね、非常にその過酷なことをしている。例えばその技能実習制度がありますけれども、もう技能実習と言ってですね、希望に燃えてお金を貯めるんだ、技術を身につけるんだと思って来た人を民間に投げて、コンテナみたいなところにすし詰めにされて、ほとんど給料がもらえなくて生活ができなくて、まあ、逃げ出す人が相次いでいて、逃げ出した人は不法就労ですから、入管に捕まってしまって収容所に入れられてしまうという状況が、まあ、よく見られているわけです。でそう思うとですね、まあ、その時僕は日刊現代に書いたんですけれども、片方の顔ではおもてなし、もう片方の顔では人手なしという言葉、要するになぜ同じ外国人をこのようにまあ、差別です。要するに漠然とした差別感を持っていて、来ていただいてお金を使ってくれるお金持ちには、どうぞどうぞと言ってですね、希望を持って働く人にはもう虫けらのように扱う。そしてまあ、もうすでに皆さんがおっしゃったことなので重複するとは思いますけれども、難民の人は帰ったら殺される、そんな人が申請をしても 99% が通らないということはですね、 99% っていう数字は非常に肯定的な時に使う言葉で、つまり 100% 大丈夫ですって100% とは言えないから99という、だから 99% 保証しますっていうことは 100% ってことなんですね。つまり今のその難民の申請は全く申請が受け付けられてないのと同じことになっている。しかもその申請中は
強制送還されなかったものが今度はされるようになってしまう。日本人も難民にならないかって言ったらその可能性はいくらでもある。あるいは海外に住んでおられる日本人がミャンマーのように急に情勢が変わったら帰ってこれなくて急に収監されてしまうこともある。そういう可能性も含めるとですね、非常に他人事のようにですね、日本人は思っているかもしれないけれども、まあ明日は我が身とまでは言いませんけれども、可能性はあるわけです。で、何よりも今もおっしゃってましたけれども、日本が好きで、日本に来て何かを学んで帰ろう。そして帰ったら、日本は良かった。あなたも行きなさいっていうことになればですね、日本のイメージ、そして日本の国益が上がる。そしてそうやって皆さんが、各国がみんな日本は素晴らしい、日本がと言えば、そのことで国力が上がる。国力というのは国の力は人だと思うのです。でそれはもう日本人もそうだけど、日本に住んでいる外国人も同じこと、あるいは住んでいなくても外国の人が日本と仕事をする、日本が素晴らしいということによっての国力が上がる。今の国がやっていることは国力を上げることではなくて、国を治めている人たちがいかに権力を持続していくかということのためだけにいろんなことが行われているんだと思います。だから何よりもまず日本が好きでいてくれる人をそのまま好きでいてもらって、そして帰ってあなたも日本に行きなさいと言ってもらえるような国にならない限り、日本の未来はないのではないかと私は思っております。なので今日もこうやって参答させていただきました。ありがとうございました。立憲民主党の椎名健議員、他与党の議員が福島さんの亡くなる前の動画を開示を求める面談をするということで、もし取材されたいメディアの方は18時5分までに法務省の6号館西玄関リア側にこちらに集合してくださいということです。頭取りのみで、その後地下1階の部屋で起動して記者の入力を行いますということでご連絡がありました。では、鈴木さん、お願いします。すいません、先ほど。すいません、失礼いたしました。はい、失礼しました。多分、弁護士さんの方が一番よろしいかなと思うんですが、今回、明日の本委員会もあって、明日可決っていうことはちょっとない、なさそうな感じなんですけど、審議時間結構取ってるっていう与党側はそういう認識でいて、そういった意味では、やっぱりこの国会で可決成立を目指してという状況があります。で、そうした中で、今後この法案に対して例えばその野党を通じて修正をかけていくとか、そういった場合にどういうような形が考えられるのか、先ほど言われましたように、例えば国会の調査権を使っていくとか、何らかの手立てを、多分考えていかれないとこの法案そのまま多分この国会通ると思うんですよね。でこれについて今この情勢と、あと今この福島さんの件がある中で、なぜ法務省がこのタイミングでこの国会の成立を目指しているのかという背景的なものについて改めてご認識をちょっと教えていただければと思います。まず、ここにいる3人の弁護士および志を同じくする弁護士は、この法案について修正を求めるつもりはありません。廃案以外ない。廃案一択で、活動しています。で、廃案には十分追い込めると思っています。明日の、採決はおそらくなさそうだっていうことは私も聞いてますが、来週ぐらいに危ないなというふうには思っています。ただ、野党が徹底して反対して、法務大臣の罷免決議案ぐらいは出してくれるのではないかと思っています。そうな
そういう形で強行採、それでもまあもちろんそれは通らないですけど、強行採決になだれ込んだ場合に参議院に置かれても送られても、まあ、簡単には審議は始まらないと思います。また参議院の法務委員会には野党が提出した、入管法案とそれから難民保護法案が出ています。で、野党は審議に応じるとすればその抱き合わせで、閣法と野党案両方審議しろということを言っていくはずです。そうなった時に今年は会期がずるずると伸びる可能性はないわけで、都議選がありますから、それとの関係で結局採決されずに、廃案に追い込める可能性は十分にあると思います。で、入管がなぜ今この時期に狙っているのかというのは、逆に入管あるいは法務省は、その2019年の6月の大村入管での死亡事件以降、非常に苦しい立場に立たされています。国際的にも国内的にも批判が高まっている。特にここ最近のメディアも含めた批判はとても強いものがあり、さらにウィシュマさん問題で非常に追い詰められている。で、ここで引いてしまうともう本当に入管政策が変わってしまう。今までのその在留資格がない外国人を徹底して排除するというその方向性が維持できなくなるということを考えて、逆に意固地になって絶対に通すという態度を取っているのではないかと考えています。ご質問ありがとうございます。なぜ今なのかっていうのは、もうこれ2018年の4月ぐらいからこの送還停止法っていうのを外すっていうのは内々に彼らの悲願だったので、これをこのタイミングまでいろんな抵抗とかいろんな国連からの批判があり、何も変えずにここまで来て、で、ウィシュマさん今ご遺族の前で言うのもあれですけども、入管は本当は中に入れてもどんな体調でも一人も殺さないで、それで通したかったはずです。ただし現場ではもうこの法案が議論されてからもうウィシュマさんだけじゃなくて2人目です。名古屋のインドネシアの男性の方になっています。で、この状況で本来だったら立ち止まって本当に自分たちの法案でこんなことがもう二度と起きないのかどうかっていうのを見直すべきなんです。で、それにもかかわらずおそらくこういった死は今後もこの法案では止めることはできないという結論になると引き返さないといけない。ただもう閣議決定している彼らはもう自分たちの力では止まれません。だからこそもう、そういった もっと大きな社会的な動きとか声がなければ、彼ら特に入管ですね、入管自身は与党がそこまでこだわっているとは私は思っていません。この場合入管がこだわっているんです。で、それから修正論ですが、この修正論というのはあまりに悪すぎるので、例えば難民保護の部門を独立幹事を作るであるとか、収容の期限を国連の言う通り作る、あるいは全権収容をやめてきっちり統合の期限がある送還に必要な範囲内だけにするとか、あるいは裁判所の令状を必要にするとか、あとは在留特別許可にしてももっと諸外国と同様に基準を明確に法律で書くとか、そういった大半みたいな内容がありますが、絶対に彼らはこれはもう本質的に彼らの権限の大部分を失うことです。どれもこれは飲める修正っていうのは小手先のものしかないと思います。具体的に言うと、例えばその管理措置の中で私たちが弁護士は通報、彼らが何か逃げようとしたり働いてたというのを通報する義務があるとか、そういう本当に本質とは関係ない小さな修正しかもうできないと思います。通報義務を免除するという修正、そうですね、通報義務を免除するっていう小手先しかないと思います。なので一番重要なのは一度引き下げてもらって閣議決定を解くことです。廃案にして、そうすれば与党の中にも問題意識持ってる方多いですけど、閣議決定に反するっていうのは本当に万死に値する。与党の人たちにとっては一度閣議決定を解かないといけない。それはもう廃案しかないです。だからそこまで戻せば入管はそれでも抵抗すると思いますが、そういうシナリオしかもう残されてないと思います。一言だけ申し上げます。基本的に指宿さんと
高橋さんと同じ考えです。あの国際法に明らかに反しているあのこの政府案は根本が国際法に反しております。であの国際 難民条約難民規定書のもうこのままでは守れない状態です。このようなものが本当にあのちょっとした修正でどうなるかなるようなレベルのものではないので、私たちは廃案一択しかない。国際法に反したそういう政府案についてはですね、弁護士として私たちは絶対にあの容認できません。廃案一択です。で、あの昨日あの大阪の仲間たち弁護士たちを中心にデモがありました。今日も名古屋で弁護士たち中心にあのスタンディングアピールをやっているはずです。私たちは最後まで戦いますし、勝てる戦いだと思っております。作家のお三方にお伺いしたいのですが、皆さんあの今日いらっしゃっている中島さん、武者さん、本さん、それぞれあの日本にいる外国人をテーマに小説を書いてらっしゃる、まあ、だから今日ここにいらっしゃっているということですけれども、あのなぜそういうテーマを選ばれてこれでやってらっしゃるかということをお一人ずつお伺いできますか。私はすいません、私はあのまあいろんな小説を書くんですけれども、あの家族を描くことが多くって、でそれでまあ今21世紀のこの日本の家族っていうのを考えた時に、あのまあ外国にルーツのある方と、まあ、日本人の結婚とか、まあ、なんていうんですかね、とてもシンプルにそういうことはとっても多くなっているので、そういうのを書こうっていうふうに思ったのがきっかけです。はい、以上です。僕の場合はですね、90年代にメキシコに行って帰ってきた時に、日本の社会は、イラン人とか、日系のブラジル人、ペルー人ですね、といった人たちを中心にあの労働者としてたくさん入ってきたんですね。で帰ってきた時にあのそういうところが何ていうか、そういう社会が恋しい感じで、そういうコミュニティにちょっと出入りとかをしていて、ですごく生きやすい、呼吸のしやすさを感じたんですね。だからそのように社会がこうあのこれから変わっていくんだなというすごい希望を持ったんですけれども、まあ、そのようには社会はなっていかなかったんですね。で同世代で同じ希望を持った友達たちはあの弁護士になってそういう外国人のビザを扱うようなことを手掛けているあの専門になっていったんですね。あの丸山由紀さんってご存知ですかね、とかあのそういう、まあ、メキシコで知り合ったんですけど、ね、あのそういうでその友達からずっとこのもう入管がどういうふうに動いてきてどういうことをしてきたかっていうのをもうあの雑談をすればそういう話になって聞いてきたんですね。それがやっぱり2000年代半ば終わりぐらいからちょっと異常な状態を呈すようにだんだんなっていって、2010年代にはもう、ありえないような形になってきた。でもそれは、ずっと入管が、目指してきた形であると、入管がもう入管の価値観の中での理想として完全に外国人を管理して、労働者として入ってきたらもういらなくなったらちゃんと帰ってくれる、そういう理想の形態をずっと入管を目指してきて、それを今最終的にあの形にしようとしているというような話を聞いてきて、なんていうかもうすごい、絶望とやるせなさと自分がこ, うこの30年それを見ていながらこんな風になってしまっているってことにすごい怒りと脱力感を持っているわけですね。まあ、あのそういうことでここにいます。
私の場合はやっぱり自分自身がこの国で外国人というあの状況で育ってきたので、日本の人と同じぐらい日本語を自分は母国語化しているのに、それでも外国人である私が日本語で表現することは何だろうと思った時に、やっぱりその登場人物は自分と等身大の人物として外国人のキャラクターになりました。で、今回この入管法の問題で久しぶりに思い出したんですけども、私のそのデビュー作って実は夢から覚めた人物が入国管理局にいるっていう場面から始まるんですね。で、それでなんで自分は無意識にそれを書いたのかというと、やっぱり日本語の中にはその民族とか国籍関係なく、もういろんな人物が当たり前のように存在できるのに、その場所が日本文学には今まであまりなかった。だから私がその場所を小説を通して作れたらいいなということを今も思っています。で、これは本当におまけなんですけども、そうやってデビューした作品を一番最初に評価してくださったのが星野さん で、その本の推薦文を書いてくれたのは中島京子さんで、だから今日このお二方とこの問題をめぐって、こうして小説家として、そして一人の個人として、みんなであの皆さんの前にいられて、すごくあのなんていうのか、嬉しいってとは言いたくないんですけども、こういう形で小説をこれからも書いていきたいと思っています。ありがとうございました。どなたか、はい、すいません、学生さん MA の方にお聞きしたいんですけれども、あの皆さん その同世代を見渡したときに、こう皆さんの周りでこの入管法ってどれぐらいこう関心があって、どういう声を聞くのかということをそれぞれに伺ってもいいでしょうか。誰か、あ、じゃあヨハナさんから。ゆうすきさん、すいません。やっぱり私自身もあのこの人権の問題について知ったのは今年なので、周りの友達に話した時もそのこの問題に知らない方がすごく多くて、やっぱり話していてもあの私の友達はすごいあの外国人の方も多いんですけど、やっぱり知らない方も多くて、話すと本当にショックを受けて、その特にその今回のウィシュマさんの話を私はなんか自分個人の SNS とかでその拡散してほしいって友達にもあの伝えたんですけど、その投稿を見てすごいショックを受ける友達が多くて、その私にできることがあったら教えてほしいとか、すごいあの友達もすごくあのスチューデントビザでその日本に来たにもかかわらずその亡くなってしまったことがすごくショックであるって言ってくれる友達がすごく多くて、本当にあのやっぱり知らないから声が上がってないので、そのもっとこの問題についてもっと多くの同年代の方も知っていったら、やっぱりこの問題について声を上げることも多くなると思うので、もっとたくさんの方に知ってほしいと思います。そうですね、まあ、世代が例えば若くて、でよりこうグローバル化が進んできた中で身近だからこの問題に関心を持つみたいなこともある気はするんですよ。で、実際そうだと思う部分もあるんですけど、ただそのそれだけが問題じゃなくて、やっぱり人権の問題だっていうことが根本にあるっていうことをあの前置きした上で言わせていただくと、その僕自身もあの大学はすごい今インターナショナルな大学で、そうですね、ネパールからの留学生だったりとか、本当にその、まあ、東南アジアを中心にいろいろなところから来ている学生と一緒にサークルもやってたし、そういう人たちをこう何て言うんですかね、こういう問題を通してやっぱある意味色眼鏡になってしまうかもしれないですけど、こう見るというか思い起こすというかっていうことを僕自身もあるし、僕がその話をする同世代の人たちにもやっぱりそういうところはあって、やっぱ知れば知るほどってよくこの入管問題を話すときによくみんな言うと思うんですけど、本当に知れば知るほどおかしいっていうことはやっぱり知らないということも罪だと思う一方で、やっぱり知るっていうことがどれだけ重要かっていうことをすごい感じます。
まあ、私は愛知の学生なので愛知にいる学生がどういう状態かっていうところなんですけど、やはりその私の周り見てみても、まあ、今回、まあ、そのかなりマスコミでも取り上げていただいてウィシュマさんの死亡事件っていうのが、まあ、その世論的にも盛り上がっているところなんですけども、まあ、周りの学生見てるとやはりあのよっぽど難民とか日本にいる難民に興味がある学生でないと知らないっていうのが、まあ、実態なのかなっていうのは、まあ、私自身その大学に通う中で感じるところです。でやっぱり問題を知っても、まあ、その死亡事件とか入管法っていう、まあ、法律とかその人の命が関わるっていうところで、まあ、びっくりしてしまうとか、まあ、実際に、まあ、今そのスタートの方でもサークルでその新刊っていうのも行ったりしている中でやっぱり、まあ、1年生の子とかは特に聞いて驚いて そんな重い問題に関わりきれないっていうところが、まあ、率直な意見として出されるんですけども、やはりそういったところで学生の力っていうのは、まあ、かなり大きいと思いますし、当事者からすればその学生がわざわざ面会に来てくださる、来てくれるとかそういうのは本当に、まあ、びっくりすることだし嬉しいと思うことなので、そういった意味で学生の力ってすごく大きいなと私自身は感じていますし、まあ、先ほど2人もおっしゃってましたけど、まずは知ってほしいっていうところと、まあ、今であれば本当にその入管法改正案の阻止のためには、まあ、世論の形成っていうのはかなり重要なところになってきますので、例えば、まあ、ツイッターで拡散するだけでもその周りの家族とか友人に少し話をしていただくだけでもかなり大きな力になると思うので、まあ、知った問題を知ったっていうところから少しでも、まあ、その力を貸してほしいなっていうのは、まあ、学生に向けて思うところです。以上です。はい、僕は今の大学の4年生で、なかなか日頃やっぱりバンドとかこういった方々と話して活動しているとこういうコミュニティにいるからなかなか気づけないんですけども、一歩外に出て自分の日頃のサークルの友達だったり地元の友達とかに今難民支援の活動をしているんだよとか、品川に入管っていう外国人が収容されているところがあってねっていうのをお話ししても、はてそれは何だ、何だという感じの印象で、やっぱりまだまだ認知度は低いかなと思いつつも、最近はあのスタートさんの方でも新刊があるようにバンドの方でも新刊の方をしているんですけども、その説明会の方で、結構来てくださる方はスタートさんのとは違って結構事前知識のある方だとか、こういう最近のウィシュマさん の事件を見て来られたっていう方も多くて、年代も本当に高校生っていう方だったりとか、僕と同じ大学生、それから院生の方で大人の方も社会人ですっていう方も新刊っていう中でも来てくださっているので、そうですね、最近はこういう報道が増えてきているので、だんだん増えているのかなっていう感じなんですけれども、まだまだこれから自分たちも発信したりこういうことをしていかないといけないなと強く思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとお時間があるので、あと2問ぐらいでよろしいですか。私声でかいんで、2度目の質問を失礼します。ジャーナリストの柴玲でございます。ですね、これは多分弁護士の先生か あるいは支援者の方々にお聞きしたいんですけども、まず1点目としてその、日本における難民やその他の外国人に対する差別というような偏見というようなものは結構入管庁がその発信してるんじゃないかと、まあ、入管庁がヘイトスピーチ団体になってるんじゃないかというような状況があって、でここに来てらっしゃるメディアの方々は違うと思うんですけども、それをなんかメディアが拡散しちゃってるんじゃないかっていう非常に大きな問題があって、そのやっぱり入管庁が発信する情報について、先ほどもね千草さんがおっしゃってましたけども、ファクトチェックをする必要があるんじゃないのかなっていうのがまず1点と、もう1つはウィシュマさんが亡くなって、でもうこの間三島さん含めて24人が入管の、業務の中で亡くなられてる、まあ、確認できてるだけでね、亡くなられていると。でさらに言えばこの10年間
国際法違反だとか、まあ、そういうようなことを国連の人権関連の機関からもずっと五月台式に言われてるわけですよね。そろそろちょっと入管の在り方自体、入管の存在自体にちょっと問い直さないといけない時期に来てんじゃないかなっていうのがちょっと私の感じなんですけど、感覚なんですけども、そこら辺は皆さんどう考えてますか。まあ、なんか弁護士の回答をしても面白くないから、ね、その通りだよ、我々はその通りだよ。どなたか答えたい方いらっしゃいますか。そうですね、私自身は2013年くらいからヘイトスピーチの問題に関しても、まあ、取り組んでいてです、いて、その排外主義ってことに関してはやっぱりずっと関心を持っているんですけど、まあ、入管庁、まあ、そうですね、その行政が排外主義を煽るまでいかなくても容認するとか、あるいは煽るっていうようなことがずっとあって、やっぱそれをするとしていいってなっちゃいますから周りも。でそれを例えばそういうことを考えずに、まあ、メディアを通じて報道されたりすれば、まあ全体が排外主義と思ってなくてもそう染まっていくっていうことになっていると思うし、今もそうなっていると思います。だからその今柴さんがおっしゃったことは本当その通りだなと思いました。はい、という感じです。他どなたか答えてくださる方いらっしゃいますか。どうぞ。私はそのこの問題を卒業論文 の課題としてあの調べていたんですけど、その時にやっぱり入管とかの問題で出る記事というか、その入管側から使われる言葉がそのイリーゴとか違法っていう言葉、その難民をそのなんて言うんだろう、表現するときにそういうそのような言葉が使われているのに私は疑問を持って、その別にそのなんて言うんだろう、悪いことをしたわけでもないし、そのただ迫害やその女性だったらその FGM とかそういうそのような迫害や家庭事情とかから逃れるためにその日本に来たのに、その違法とかっていう言葉を使ってしまうと、やっぱりそういう偏見、なんか外国人イコールその犯罪者とか悪い人っていう偏見が生まれてしまうので、私はその言葉をそのまあせめてオーバーステイとかその違法っていう言葉を使うのは私は間違っていると思うし、そのそういう言葉からその日本国民とかのその偏見とか差別が生まれると思うので、やっぱり表現の仕方を変えた方がいいと私は思います。ありがとうございます。入管庁長官に行かれる方とはあと5分ぐらいで社長になりたいなというお知らせしておきますけれども、他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。できるだけ多くご質問をお答えしたいなと思っているので、よかったら今の質問は高橋弁護士がどうしても答えたい、はい、一言言わせると、いやいや、すいません、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当にメディアの方々がこの間取り上げてくださっているのを光に当たるときに出てきたと思うんですけど、やっぱりその分そういった元々の差別的な土壌みたいなところに、こうなんていうんですかね、訴えかけてしまうという言葉が変ですけども、そういった現象も多分あると思うんですよね。故にこう取り上げるときに、お前なんだよって、その皆さんが記事書いていただいても、その会社としてというですかね、オーバーステイとかそういうのをどう捉えるかっていう結構難しいのかなと感じることもあります。で、一応今日後で配らせていただくんですけど、できるだけ前回ちょっといろいろご意見いただいて、難民申請者の推移とかいろんなこうファクトチェックみたいなものを統計のをいっぱい出したので、ちょっと犯罪は載ってないんですけど、犯罪も白書見ていただくと外国人いっぱい増えてるんですけど、全然ビタ1に増えてないので、そういった土壌のところからご理解いただければと思ってます。難民認定の世界とどのぐらい違うのかとか、まあ、あるいはその、まあ、乱用事例って言われているものが借金でね、今日もちょっとテレビでやって半数だってテロップに出てたんですけど、まあ、実際は 2% とか 3% が入管庁の公表なので、そういったところの事実の部分っていうところを、
いろいろ伝えていただければなと思います。で、難民もやっぱり一般的に見てるとやっぱりまだまだなんで飛行機で難民が日本に来るんだとか、身なりは難民のくせに良すぎるとか、これ実は入管の判断する参与員って言われる人たちも同じような発言を判断する人たちがしてるんですけども、していて問題になってそれが公表されたりしていて、だからやっぱりそのヘイトっていうかその差別的なものっていうのが公権力の中に、特にその政治的な上の方とは別に入管の中にすごくそういうのが入ってきている。でそれ自体はやっぱりドイツとかだと刑事事件でね、捜査を人種差別が捜査を誤らせるっていう有名な事件があって、やっぱりそういうのと一緒でその難民であることの判断であるとか、あるいはその在留特別許可でこの人を日本に置いていていいのかどうかっていう判断にすごくその目に見えない差別意識みたいなのがその公権力の中にはびこってしまっていて、そこの影響を受けてしまうっていうところを私は感じています。すいません、ちょっと弁護士の話もあんまり面白くないんですけど、なのでちょっとこのファクトのところは統計入管庁を出している数字が全てなので、これだけ見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。資料ございますので、体験をご希望の方取りに来てください。で、ちょっと足りないかもしれないので、その場合データでお送りしますので、はい、お名刺いただければお送りします。はい、他の質問はどなたかございますでしょう。福田さん。大丈夫です。じゃあ、安原さんと3人の小説家の方に聞きたいんですけど、やっぱり入管もそうなんですけれど、まだまだ、メディア今日かなり来ていただいていると思うんですけれど、世の中でこういう状況があるんだってことに非常に無関心になってしまっている、私たちの中にある外国人に対するこう無関心さっていうのをどうやって高めていけば、ちょっとずつちょっとずつですね、一言でなく自分ごとにできるのかってあたりを一言ずつ皆さんの、はい、あれ、あ、入ってますよ、これ、これだ、やはりですね、バクとした外国の方、それも特にアジアの方や東南アジアの方などに、うちの世界中東の方もですか、差別意識がですね、ある、確実にある。で、人間は差別をするものです、人間はミャンマーのように人も自国民も殺すことができる、要するにそういうふうに洗脳されたり教えられたり、自分のなんか考えが変わればそういうことはしてしまうので、だから努力をして差別しないようにしなければいけないと思っていて、でまあそれはメディアの方にお願いしたいのは、やっぱり外国人の犯罪とかをことさらなんか特別のように書くと外国人は怖い、すぐ犯罪を犯すというイメージがやっぱり一般人の方にはあると思うので、そこから払拭して、それは全てやっぱり国がそういうふうにならないように仕向けていかなければいけないと思っています。はい、本当に無関心ということで言えば、私も本当に自分自身のことについてはすごく関心があるけれども、一歩自分とあまり関連のないことになると、自分も多分恐ろしく何かを踏みにじっているかもしれないというふうに常に自分を疑うようになっています。でもこの疑うということは決して堅苦しいこととかネガティブなことじゃなくて、今ある現況に対してもっと別の可能性はないか、それを自分自身の関心と他の方々の戦いの現場と結びつけて、なんとかその個人の領域でできる範囲で自分の想像力の幅を広げるために日々過ごしたいなと思っています。元気な時にはそう思えるんですけど、元気のない時には本当にこう自分の関心のあることを他の人が自分が同じように関心抱いてくれないことを嘆くだけじゃなくて、自分も他人にとって関心があるのに自分とあまり縁のないことをもっとちゃんと考えて、この世界の広さというか深さを意識しようというふうに自分を焚きつけるような感じで過ごしています。
もう本当に自分も、こういうことに関心を持って30年ぐらい無関心っていうものを友達にそういう話をしても、全然通じないとか、そういうことを散々繰り返してきてどうしていいかっていう答えは未だに見つかりませんけれども、やっぱり時間のかかることで一番は若い人、子どもの教育っていうかそういうことかなと思います。今日いらっしゃる若い人たちを見てすごくそれを感じました。だから、いろんなルーツの人たちが子どもの中にもいっぱい増えてるわけですよね。こういう人たちが、きちんと教育の機会を得て同じような生活をし扱いを受けるっていうことをきちんと整えていくことで、その人たちが次第に社会をなんていうんだろう、そうじゃん、もうそういうことを偏見を持たないでいい生き方が自然に持ち上がっていくんじゃないかなと思ってるし、そのことに力を注いでいくことが、結局は無関心から救ってくれると思っています。私がそういう小説を書いたのはさっきも言ったように外国のルーツにルーツのある方がものすごく増えていて、今例えばコンビニに行ったりスーパーに行ったり工事現場とかでそういう方を見ない日はないじゃないですか。ものすごくもう変わっていくと思うんですよね。で例えば日本の作家って言った時に温さんがこうやっているから、私たち日本の作家はって言った時に温さんは入ってるわけですよ。だからその私たちっていうのの中身が変わってきてるっていうことに私たちは気づきつつあるような段階におそらく今いるんだと思うんですね。でそういうことがこうもっとはっきり意識されるようにこれからなるんだと思うんです。でまあしなきゃいけないっていうのもあるけど、だからまあそういうことですよね。今すごく変わっていってるんだっていうことにやっぱり気づいて、なんかこうアップデートしていくっていうか、うん、まあ私の子供の頃とかやっぱそんなに外国の人いなかったですからね、全然違います。そういうことは皆さんが普通に生活の中で感じていらっしゃるのではないかと思うので、そこはやっぱ入り口ではないかなって私は思っています。すいません、ちょっと一つ足してもいいですか。僕この外国人差別の点にあるのは一つは、日本の惨憺たる英語教育だと思います。文法英文解釈だけをやって誰一人、英会話をすることができない。このもう私が子供の頃に外国人を見たら This is a pain って言ってました、ね、言って走ったりしてましたけど、ほとんど変わっていない。だからもう何年もかけて中高高校卒業したら日常会話話すこと聞くことができるという英会話中心の英語教育をすれば外国人に対する漠たる不安もなくなり、外国に対する不安もなくなって、気軽に話しかけることができて同じ人間だということが絶対に感じられると思うので、これを変えるにはまああと何十年かかるかもしれないんですけれども、こういうことから改革していかないと国際化というか日本人がどんどん孤立していってしまうのではないかなと思います。している方は自己隔離なしでもうそのまま出歩けるっていうようにしている国もあると思うんですけど、マユミさんとポールニマさんってワクチンを打って日本に入国されたのかどうか、もし分かったら教えてください。多分打ってないと思います。あ、
PCR 検査だけだと思います。ちょっとスリランカのワクチンの状況を詳しく把握してないんですけど、多分スリランカの方もワクチン打ってる外国人に対しては今後その自己隔離なしで受け入れていくということになっているかと思うので、ちょっとそこら辺のワクチンの話が分かんなかったです。ちょっとそれは知らないですね、はい、ありがとうございました。ではすみません、これでちょっと会見を終わらせていただきたいんですけれども、最後にあの寄付のお願いをちょっと皆様にさせていただきたいと思います。ウィルコンさんの地元さんたちの旅費とか全部先生方がテレントでやっていらっしゃるので、ウィシュマさんのご遺族を日本に呼びました。飛行機代、それから日本での滞在費、それから、葬儀代、等々結構たくさんかかります。今私たち弁護士と、あと、遺族を支援しているスリランカ人の方々が立て替え中の状況なんですけど、これをぜひカンパの形で、賄いたいと思っています。一応紙も持ってきましたので、後で返させていただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。では、あとは個別にお願いできればと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。